クレーグ・ジェントリーは、アメリカ合衆国アーカンソー州フォートスミス出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。A 級、クリントン時代のジェントリー2006年6月の MLB ドラフト十順目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。2009年9月6日のボルチモア・オリオールズ戦で、メジャーデビュー。二千十年は、開幕をトリプル A 級オクラホマシィレットホークスで迎えるが、 4月27日にネルソン・クルーズの故障者リスト入りに伴ってメジャー昇格を果たし5月15日にマイナー降格するまで20試合に出場した2011年は64試合に出場して18盗塁を記録し失敗は0だった2012年は自己最多の122試合に出場し打率304を記録 6月4日のオークランドアスレチックス戦では、投手としてマウンドに上がり、1回2失点を喫した。2013年は当初、レオニス・マーティンとの2プラトン起用で中堅を守ったが、6月には、マーティンがレギュラー中堅手となり、左翼に転向した。最終的には、2年連続100試合以上となる106試合に出場し、いずれも自己ベストとなる4三塁打。3類だ 24トールを記録した。2013年12月3日にマイケルチョイス、クリストファー・ボスティックとのトレードで、ジョシュリンド・ブロムと共にアスレチックスへ移籍。2014年1月17日にアスレチックスと145万ドルの1年契約に合意した。3月29日に背中の故障のため、15日間の故障者リスト入りした。4月5日にリハビリのため、 a 級ストックトンポーツへ移動した。3年ぶりに出場時合数が100を下回り、打率が低下したが、2年連続で20通る以上を決めた。2015年1月17日にアスレチックスと年俸調停を回避し1年契約160万ドルで契約を結んだ。5月18日にメジャーに昇格した。この年は5年ぶりに出場時合数が62万に終わり。 打率は2009年以来の低数値となる。120と不振に陥った。11月20日にリーフとなり、12月1日に FA となった。2015年12月9日、ロサンゼルス・エンゼルスと1年契約を結んだ。2016年は腰痛を痛めて4月下旬により、長期欠場した。故障者リストから復帰した7月30日にリーフとなり、 8月3日に自由契約となった。2017年2月20日に、オリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月2日にメジャー契約を結んで、開幕25人枠入りした。5月16日にマイナー契約で参加のトリプル a 級ーフォークタイズへ配属された。6月20日に再びメジャー契約を結んで、 アクティブロスター入りした。7月14日にクリス・デイビスの故障者リストからの復帰に伴いマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。7月30日にサンドメジャー契約を結んでアクティブロスター入りした。77試合に出場し打率257日本塁が11打点オフの11月2日に FA となった。 2018年2月24日にマイナー契約で再契約した。3月29日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。8月31日にリーフとなり9月5日に自由契約となった。ありがとうございます。